5月21日にブレイキングダウン8の本戦があるやんか。で、あつき今回会場行けんねん。会場行きます。ああ、めっちゃいいな。会場に行けんねん。岩地さんのセコンドに入るって感じ。岩地さんの対戦相手が空手の人なんだ。そうそうそう。伝統空手対極真空手の構成から、岩地さん側のね極真空手っていうことでセコンドに呼んでいただきました。いいね。青さんめっちゃ強いもんね。強い。で、まああつきが明日会場行くんやけど、まあ俺ら石川県残るチームおるやんか。だからこっちでもまああつき抜きで企画撮っていこうと思いまして、だから今回の動画は熱き科学はブレイキングダウンの会場でまあいろんな選手とかまあセコンドの様子をお届けして、こっちでは別企画を撮っていきたいと思います。別企画、前回の動画で B ベット予想しとるやん。しましたね。ブレイキングダウン選手の勝敗を予想してお金をかけてで勝ったらその倍率がもらえるっていう、B ベッドの結果を使って、企画やっていこうかなと思って、今回の企画は B ベッド勝ち金一番少ないやつ雑用バーベキューあ、全部やからね。この準備も買い出しも焼くのも飯継ぐのもコップに水入れるのも酒入れるのも全部やってもらうからね。あと敬語ね、マジであれね、あれいいがマジでいいね。いやばい。じゃああれさ、あいっちゃん得意ねんって。そういうなんか一人を人権なくす系のうちめっちゃ得意やん。で得意に得意なのが貝やねん。貝や好きやねん。多分さっきなんかちらっと言ってたよね、酒かけるんですよ。こいつすごいよ。なんでかけるの。結構女子高生とかさ、お前さみたいなペットボトルとか飲み物さ頭からぶっかけられて、なんかメガネの女子みたいにびちゃびちゃになりながらすいませんみたいな、ああいうのやったろうな。やるかよ、やる側に回りたい。やる側に。ごめんや。これとか継ぐのとか継ぎ方違った瞬間もうパーン。うわやば。人権なくなるよ。うわ。まあね、誰にかけたかは前回の動画を見てほしいんですけど、まあね軽く言っとくと、俺がノッコンさんに 5,000 円と本出選手に 5,000 円、ひろきが岩井選手に1万円、彼は俺は金尾選手と飯田選手に1万1万、1万1万円で、それどうすればいい。そうそうそう、掛け金が俺もどっちにする、どっちが選んでたらどっちがでしょう。飯田さん OK、飯田さんね。それはとしぞうさんですね。それさんに1万円、1万 OK で、俺は溝口さんと本出選手に 5,000円ですね。あつきが富澤さんに1万。これでまあ勝負してから。ここで1個重大発表したいと思います。第1面、オフ大会決定。日程が7月22日の13時から15時の2時間。入場は無料。でまあ普通のね、今回はそういうなんか企画もんとかじゃなくて、ちょっとねまた変わったオフ会をしたいと思うんで、内容はちょっとシークレットでいきましょうか。場所は前回で一緒かな。一応石川県金沢市の金沢駅周辺の徒歩圏内のところで場所はやりたいと思うんで、俺ら今後オフ会をバーバーっていっぱいやっていきたいやんか。で第1回からもう連続で来てくれてる人ってずっとおるんやん、全部のオフ会。やっぱそういう人にやっぱ感謝とかなんかちょっと特典みたいのが違ったことしたよね。そうそう、あった方がいいなと思って、1回オフ会来たらチェキ1枚っていうのが何枚かたまったら団地面のオリジナルグッズもらえるみたいないうキャンペーンを開こうと思うんで、だから今回は1回来たら1枚ゲットで、次のオフ会来たらまたもう1枚ゲット、ポイントカード。ああ、そんな感じそんな感じで、たまったら団地面のオリジナルグッズをボーンプレゼントみたいな。ぜひ皆さんオフ会の方ご参加お願いします。お願いします。それじゃあね、早速あつきはここから東京にてブレイキングダウン8、俺らは結果を見て雑用バーベキューやってございます。団地なー。会場入りしました。今第1試合が始まって、次の試合を控えている塗り棒選手です。どうも、のりぼうです。10秒で決着つけます。早いですね。なんかもうずっとリラックスしてるようにすごい見えてて、緊張しないんですか？緊張します。マジですか？自分が緊張してるからみんなにリラックスって言ってるの。めちゃくちゃいいですね。緊張で全然面白くなくてすみません。これがいいです。これがいいです。これがいい。はい。またなんか試合終わったらお話聞かせてください。はい。あつき君ありがとう。頑張ってください。あつき君の応援もお願いします。いや僕今回出ない。あ出ない。ああすみません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。てか、おめえ奴隷なら俺と同じ目線立つな。買い出し終わりました。めっちゃ重いっすもん。あいつら要望多いから。しっかり割っとこう。割っといた方がいいよね。時間起きない。なんもないんだよ。なるほどね。なんもない。あ。臨機応変にいかんとね。あ、全部それだよね。一人だけちゃんと。一個だけ、一個だけ。一個だけちゃんと。俺なんだよ、俺。無理だよ。お前も奴隷だし。ふざけんなよ。きつい。ほんとそこだけは絶対避けるからね。腹いせえ。これ安いワインやろ、これ。絶対。お前、ワインこんなすんのやつ売るかよ。もうすぐやろ。ブドウジュースじゃねえやんぞ。で次。俺の触らんでいい。お前みたいな。じゃあどうやってもらうんですか。お前自分で入れるから。もう見てやる。わかりました。はい。ということで試合直後の富澤選手にお会いできました。今日おめでとうございました。ありがとうございました。さすがの一言で。いやよかったね。あつき君の強さをねちょっと証明したかった。直しきれなかったです。戸塚選手強いっす。強かったっす。めちゃめちゃ強い。強かったっす。直ってあつき君ってやったら面白いね。ああ、結構そのぐらい強いです。あ、いいですね。一番前の列先に見てて、本当です。さすが。いやー、かっこよかったです。いやもうあつき君ね早く復帰してもらって、はい。僕もすごい楽しみにして。そこまでたどり着ける。頑張ります。僕は先突っ走っちゃうんですね。待たないで。はい。追いついてきても行きます。そこまで。はい。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。この旅をしてくださって本当に申し訳ない。めちゃくちゃいい試合で。いやー、差なかったですよね。いやー、延長かなと思った。いや延長したかった本当は。手数がやっぱり自分の新しいものを出そうっていう意識がやっぱ強くって、手数少なかったなって自分でも反省があるんで、次はこれもっとものにして。まだいけますよね。いやいきますから。いやでも最後まで気持ちいいです。すごい見てる側も。一番近くで見させてもらってたんですけど、すごい熱くなりました。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。でもハンチメさんが本当いてくれたからすげえ嬉しくって心強かったで、最初の多分撮ってるとも思うんですけど、試合前の朝アップの時ももう全然防具つけないで全然殴って蹴っていいっすよって言って蹴ってくれるんですよ。もうなんていい人と思ってバチバチで遠慮したり蹴らしてもらったんですけど、ありがとうございます。また次出ますよね。ダンチュンさんも9リベンジしましょうね。そうですね、リベンジ組なんでお疲れ様でした。ありがとうございました。くださってお疲れ様です。ありがとうございます。成功したすぎこのバーベキュー。ちょっと待って、金どんだけ名言ってる。負けました。あ、負けたやつ金ないや。そうだね。ハラミの朝ごでございます。なんで？ハラミの朝ごでございます。朝ごどうですか？まだ。奴隷を作って作るの。え、でもうまくない？ランプこちら。か。今回ね、ブレイキングダウンでやっぱアシキもしてくれた方とかね。全然会場とかでやっぱあつきと会えんけど、国会パッて来てくれたらあつきに会えたりおるからね。おるね。女性も男性もいるんで、大人の方もおるからね。若い子だけじゃなくて大人の方とかも全然いるんで、今年中にやっておきたいなってこととかね、みんなで韓国から日本に初上陸したウォーターボムっていうフェスに行ったりする。別だって別。別って海外のあれ。そう。でかいこれミステポ。でうまい夜になったらもう君みたいな姉ちゃんが。うわあ。あれこれピピピピピピピやる。でかいどうだった。じゃあ。ローション入り。ローション入ってない。じゃローションは入ってない。ローションは持参ね。ローションは持参ない。ローション持参で。だってチャンピオンとかも出るからね。え？もうめちゃめちゃ豪華やで。韓国のやつだからトレジャーとかウィナーとか本当の韓国アイドルのくらい。トレジャー？めっちゃ豪華。名越くんか。あ分かってね。お前手厚なら入ってる。これうまいんちゃうか？デロデロや。どう？うまい。うん、ナンバーワンの一番。お前らもともと誕生日やん。うん、いるよ。しかも俺とひろき1日違い。そうだね、1日違いで、あすけ6月4日。あいついっちゃう最初だから、タンプレ争奪戦して、で、まあ、負けたやつはタンプレ出しみたいな。あれ、どうしもやるから。あ、今年の争奪戦だから、勝ったら超豪華タンプレ。で、負けたら、本当なしだから。略そば多くもう屋台の森バスクだけやん。略そば多すぎやろ。お前月山ぐらいあるやんけ。待ってそれ最後月山お前俺らの小学校にある山じゃんよ。これベルマガなんだよ月山。俺ら小5ぐらいから登るの禁止になってきた。どんどんなくなってよ。かけねえもうなくなるっていうか俺らが上から落とせ男とかを結構やまないんだよ。あいとかやるから危険ってことで月山にこうロープ入られてんだよ。だってそれやっとったら主犯格こいつやろ。そうやその月山は本当に1ヶ月に1回ハゲるからね。あれは本当にやめない。業者の人が人工芝のこと埋めるんだけどその人工芝の埋めた翌日に割れかけたものを剥がせんで1ヶ月に1回ハゲる。もううまいんだよ。え俺すげえよ。富士焼きそばわ量多いなお前。本当に翼食ったのこれ。はいうまい。お前夢あったやん。俺夢あったやん。これ言ってよこのタイミングで結構みんなに却下されてるけどこれあいやいや言っていいよ却下されたけど彼らがいらっしゃるけどLLチャンネルっていうのも俺ら作ったけどちょっと待ってそれってさ言わんからよかったんじゃないですか。いややっぱ男やし、もう俺らがマジでおもろいのって、もう下ネタ言ってる時ないよ。ここはもう正直多分負けんよね。下ネタのおもろさって盛り上がりという。そう、まず俺らカメラなしやったら深夜3時ぐらいまで下ネタしゃべっとくからね。なあずっと言ったね。無駄な話。この間は深夜2時に我慢対決みたいな感じでひろきが。立って、この真下の方を出すんよ。で、ひろきに10メートルぐらい離れたクッスンとかが、こうやって抑えられない、こうやってみんなに強制、こうなれね。俺、強制大人3人に抑えられて、ひろきがこれを出した状態で、こうやって歩いてくるよ。で、ひろきこうやってくるよ。なんか起きちゃった、あいつ。ひろきがこう、ばー迫ってくるよ、ひろきのあれが。で、限界まで来たら、わーってなるわけよ。こういうのをカメラ回しとって放送するみたいな。あ、今までじゃあ俺らの本当に裏の部分をお届けするってこと。もう一個例出すと、俺ら自分のサッカーボールあるやん。そう。でまあ6人おるからこうパンパンパンって5人が処理を囲むやん。そうやね。鳥かごってやつやね。そう、鳥かごして真ん中のやつはこうやって目伏せにこうやって。でその上からリフティングしてボールバンが誰が真ん中の人に。誰蹴ったボールかを当てるってやつなんだけど、それ外したら1枚抜いていくっていうゲームだったやん。当たったらその人と交代してちょっと野球系チック。そうそれでひろきこれ裸になったやん。そうだから裸の男1人が5人で囲まれて真ん中にうつまなってる。絵面ただのいじめねんね。多分今この令和で最大のいじめの絵ねんね。だって5人が私服でおるんに真ん中やつ全裸でこうやってやってるんだけどみんなそいつにサッカーボールぶつけてぶつけてうわーうわーって犯罪の領域だから。だから俺はコマーンやるときにはメンバーシップにしようと思った。あ、いやいや。だから見たい人だけ見てちゃう。そうそうそう。だからやっぱもうこれ大人チックになってくるから、初めの3分は無料ね。であと3分以降見たかったら、まあメンバーシップなんてダメですよみたいな。メンバーシップ深いな。ひろきさんのポロリもやっぱりメンバーシップ。メンバーシップや。ひろきのポロリもやっぱ。やな。ということでね、こちらジョレ BBQ 終了しました。オフ会。何回も言うやけど、オフ会7月22日開催なんで、皆さんぜひオフ会来れる方ね、会場に足運んでいただきたい。お願いします。よろしくお願いします。やっぱ団地ね、チャンネル登録してもらったらね、やっぱライブ配信とかもしとるし、やっぱいろんなね、動画も随時更新されていくんで、みんなぜひチャンネル登録して、通知オンにして待っといてくれたら嬉しいです。はい。で、インスタグラムの方、俺らのフォロー、今だけ1000人いくまではね、フォローバック中なんで、みんなだったらフォローして、結構最近その勧誘とかもめっちゃ多いから、フォローしたらフォローしましたよとか送ってくれたらやっぱ確実にね、フォローバックとかできるから、フォローして DM してほしいね。あ、そうやね。もしよかったらフォローして DM していただいたら確実にフォローバックするんで、皆さんぜひフォローの方よろしくお願いします。じゃあな、次回のところでお会いしましょう。じゃあバイバイ。